どうも、中野と申します。琴美ちゃんですね。琴美です、よろしくお願いします。どういう字で琴美って書くんですか？楽器のことに海って書いて琴美って読めます。美しいじゃないですね。美しいじゃなくて海って書くんですけど、海のこと的な感じの、あんま多分そういう感じではないと思うんですけど、多分海の近くに住んでるんで、あ、多分そういう感じで。すいません、ありがとうございます。今日はですね、急遽ね出てもらってるんですよ。っていうのもちょっとドゥルカマラがめちゃめちゃ入ってきたんですよ。僕も含めてみんな大好きドゥルカマラが、はい、入ってきたんですよ。そうですね。でめっちゃ入ってきて、本当にさっきねめっちゃ入ってきてるんですけど、ユニセックスブランドなんですよね。はい。リリースの方の着眼もちょっとお見せしたかったので、琴美ちゃんに来てもらう感じになりました。急遽やらせていただくことになりました。はい、あのブローチで働いてるんですよね。そうですね、最近ブローチの表参道店の方で今アルバイトしてるんですけど、ドゥルカマラもねブローチとかで見たりしてて興味あるよみたいな感じらしいんで、ちょっとじゃあお願いしますってさっき靴舐めてあのやってもらってるんですけど一応しかもポップアップが今週末3月の28日29日この土日に、大阪で一応ポップアップがあるんですよ。概要欄に詳しいこと書いてあるんですけど、ドゥルカマラも持っていくんですよそこに。そうなんですよ、だからちょっとそこはせめてねご紹介できたらなと思って、そんな感じでねちょっと今日は本当特別にあの手伝っていただくので、ちょっと上で一緒にね見ていきましょうか。はい、じゃあちょっと上に行きます。行きます、お願いします。はい、ということでね、身長何センチですか？155とかしかなくて、結構低めなんですけど、ここに今かかってるのがドゥルカマラなんですよ。T シャツ類からジャケット、パンツ、シャツ、コート、デニム。今回そう、ジャケットと、これがドゥルカマラ好きになったきっかけで、まあ、パンツが入ってきたんで、まあ、そこをまとめてご紹介できたらなと思っております。もうドゥルカマラさんはね最初からやりたかったんですよ僕あ、そうなんですか。本当にね、やらせてもらえることになってちゃんと取り扱ってますのでご紹介していこうと思います。視聴者のレディースの方も、まあ、ちょっとドゥルカマラこんないいのあるんだ、女の子来たらこんな風になるんだっていうのを見てもらえればと思います。まず1個目なんですけど、よそ行きのキャップっていうのがあるんですよ。よそ行きキャップ、これがですねお値段がですね9900円です。よそ行きって、はい、何か分かります？よそ行きって結構でも有名だと思うんですよ、みんな知ってると思うんですけど、ちょっとよそ行きって何言ってるか分かんない人多いと思うんですよ。一番のなんか特徴としてはこの素材感、この生地感がよそ行きなんですよ。このウール 100% のこうウールギャバっぽいけどちょっとこう張りがある感じのこの素材感のことをよそ行きっていうんですよ。ああどうぞどうぞ。へえ、こういう感じ、こういう感じよ。さあ分かりましたもう7個離れてもうなんか先生感がすごいわなんでこのよそ行きの素材でシャツがあったりパンツがあったりジャケットがあったりという形になりますね。フリーサイズになってます。ここで調整できますよ。ちょっと緩い、あ、まあ、締めれる、ここでね、こういう感じですね。そうっすね、あ、めっちゃいい、うん、いい感じですね。そう、なんかしっくりきますよね形も。レディースで帽子かぶってるの可愛いですもんね。うん、なんかこの本当に1個持ってて無地でこ の, 素あの上品な素材感だと合わせやすいし、そうなんですよ。ということでキャップがまずあるのが1つ目です。カットソーですね。カットソー類からいきましょう。アシンメトリーミディアムスリーブティーとアシンメトリーショートスリーブティー、こっちがミディアムかな、長い方、こっちが短い方って感じです。でこのアシンメトリーティーって白だけじゃなくて一応黒もあるんですよ。長い方、ミディアムですね。長いよね、うん、長い何がアシンメトリーかっていうと気づきました？ことみん、気づいたかな？ことみんは、なんだろう、気づかないですね。アシンメトリーだよ、分かるかな何が違うかっていうと、見てもらうと分かるんですけど、こっちの袖とこの太さ覚えておいてね。こっちの袖感の太さとこっちの袖感全然違くないですか？全然違う。そう、袖が違うんですよ。スリーブっていうぐらいなんで、その袖がアシンメトリーなんですよ。あ、本当だ、ちょっと全然違うっていう、全然違う、ちょっとドゥルカマラらしい、なんていうんでしょう、パッと見わかんないかもしれないけどちょっと違うみたいな感じで、こっちは大きいけどこっちなんか細いみたいな、こういうここがアシンメトリーだよっていうカットソーになります。なんでね僕が黒着るんで、琴美もじゃあ白着ようか、ちょっと着てみますということでね、着てみました。僕があのどっちもゼロ着てるんだよね。そうです、今ゼロ着てます。そうそう、アシンメトリーミディアムスリーブティーのホワイトのゼロとブラックのゼロを着てます。本当に袖感が違うんですよ、こう見ると。違くないですか？全然違いますね、こっちが細いし。そう、本当に細いから、うん、面白いっちゃ面白いカットソーなんで、すごい、こっちはこのぐらいあってこっちはこれぐらいなんで、こんぐらい全然違いますね。僕がもうちょっとでかく着たいなってなったら多分1、多分今ちょっと緩いぐらいで着てるから、それをもっと緩く着たいなったら1で、多分女性は0でいいです。そうですね、0ぐらいがちょうどいいと思う。袖感がめちゃめちゃ短くなるんで、これぐらいね変わってくるんで、結構変わるので、まあそのどっちの袖感がいいかはその人ね、人それぞれの好みで決めてください。バルーティーもあるんですけど、
バルーンティー、これバルーンティーね、ちょっとこれ割愛します。着眼もちょっと出しておくんで、これね、もう本当に定番なんですよ。すごい定番で、何がバルーンかっていうと、裾がリブで、で、袖がまくってあって、そうそう、うん、これも01かな、うちは。で、女性は0でいい、メンズは1でいいと思うんで、ぜひぜひ着てみてください。その次が、これがね、新入荷なんですよ。こちらがよそ行きダブルジャケットです。ブラックと、レッドブラウンの2色です。で、こっちはまあ毎シーズンやってるブラックですね。ゆったりとしたダブルのジャケットで、よそ行き素材って感じですね。まあこれは本当普通に1着持ってるとめちゃめちゃ便利なんで、しかもやっぱデュルカマラさんって値段がちょうどいいんですよ。3万1000円プラスタックスっていう、3万4000円くらいかな。これもね、多分コトミンもゼロでいいと思う。多分ね、女性は全部ゼロでいいと思うんですよ。確かに。これですね、すごい生地感が。これがレッドブラウンで、こっちがブラック。で、まあここダブルで止めれるっていう。1でジャスト。こんな感じ。私はもうゼロでぴったしです。もう箱いいですね、やっぱね。色が綺麗。こんな感じです。どうですか？いいっすよね、確かにね。割といい感じで。ゼロでいけるね。全然ゼロで大丈夫です。あとね、パンツが2色あるんですよ。これが、こっちがよそ行きのスリムテーパードパンツ。で、こっちがよそ行きのオーバータックパンツ。はい。スリム。そう、スリムでテーパードしたパンツです。はい、こっちがオーバータックパンツ。いわゆるデュルカマラって言ったら多分こっちかな。そうです、ワイドパンツって感じです。太いよね。結構太いですね。いってらっしゃい。いってきます。ということで、中文もコトミンもゼロを着ております。はい、僕はね、ゼロでウエストがもうジャスト、完全にピッタ、もう完全ピッタですね。こんな感じでちょっと丈感も短いんですよ、正直。こういう風に履きたい人、着たい人は見えるかな、こういう風に着たい人は、ゼロでいいかなっていう。ただ、176cm 普通だけで、いや普通に履きたい人は1でいいと思います。丈が多分こう長くなるんで、その分いいかなっていう。今スリムテーパードなんで、結構ね、細身のやつ、結構テーパードしてるんですよ。細身のパンツ履いてます。うん、結構細い方で綺麗ですよね、形はね。綺麗です。私も丈もジャストで、ウエストもベルトしたらちょうどいい感じぐらい。そうそう、ちょっとこう短い感じなんで、1の方でもいいかなっていう、1でも全然いいかなって感じ。色が本当綺麗ですね、レッドブラウン。ありがとうございます。はい、はい、めちゃめちゃ安いし、クオリティはでもそれでも高くて、その価格でずっと作り続けてるブランドなんで、ぜひよかったんで、このセットアップはやっぱりこう最初入りやすいと思うんで、ぜひ見てみてください。これがハーフカラーコードですね。その次がこれもよそ行きです。よそ行きの素材の、まあ、よそ行き最後の紹介かな。ハーフカラーの、そう、本当にハーフね。まあボタンがちょっと変わってて、こう止めるような、前で一つ止めるような感じ。これは黒だけなんですか？これはうちは黒だけの入荷になってます。まあゼロなんでちょっとまあパッと着てみますけど、でもゼロでもいけるか。あ、すごい。そう、あ、やっぱでも丈感がやっぱり、1の方が僕はジャストかなっていうことで。まあ、一気にでも雰囲気変わりますね。そうなんですよ、全然変わって。あった、変わった。これは、38,000円でコートで、でも安いですよね。確かに安い、コートで、ウールのしっかりした生地感で38,000円は安いかなっていう。これゼロなんで、コトミン着てみる。着てみます。うん、まあ、ジャケットの上に羽織ってもらってる感じですね。コトミンが着るとまたこんな感じですね。感じです。うん、うん、あ、いいじゃん。丈感もいいし、なんかゆったり着れるねって感じだね。袖感もゼロ。確かに袖も長すぎないね。そうです、なんかちょうどよくゆったり着てるって感じで、すごいいい感じに来てくれてるんで、はい、ありがとうございます。デニムステップフロントブルゾンです。はい、はい、これもデニムステップフロントブルゾン。こちら、リジットで、こっちがウォッシュ、ウォッシュかかったものですね。パンツが履けちゃってるんですよ、こっちの。あ、そうなんですか。そう、パンツはこっちもデニムのオーバータックパンツっていう、さっきの予想的にオーバータックパンツと同じ形がデニムになったっていう。数がもう少ないってことですか。そうなんですよ。いや、もうないんですよ。こっちはもうなくて、こっちはセットアップであるっていう。そうそうそう、あるっていう。着てみたね。なんかゼロで、怖いです。すごいゼロでぴったしって感じです。本当に僕またパンツゼロで上1で着てます。結構厚手なんですよ。すごいここら辺とか見ていただくと分かるんですけど、しっかりできてて、生地もすごいちゃんとしてて、本当袖ぴったりだね。ゼロレディちょっとね、あ、ちょっと折り返したらぴったりだ、ゼロで。本当にぴったりですよね。ここにポケットついてて、こんな感じで着れるよっていう、着れるんですよ。素晴らしいですね。すごい勉強になりました。素晴らしいです。という感じで今日は全部ね、デュルカマラを紹介させてもらいました。はい、いかがでしたか、コトミン。いや、もう最高でしたねすごい楽しかったです本当ですか。
着心地も全部いいし、可愛いし。ね、なんか、あの、コトミも似合ってたし、まあ、レディースのメンズでもユニセックスで着れるようなブランドなんで、はい、もしよかったらね、皆さんもちょっと、まあ、まあ、オンラインも一応概要欄にあるんで見てみてください。で、一応大阪の方々は、大阪というか関西の方々は、一応、まあ、ちょっとその現状体制にはなっちゃうんですけど、入る人数とか1回で少なめにはなるんですが、一応ね、大阪の、概要欄に書いてある場所で2日間だけやらせていただこうかなと思ってるので、ぜひね、はい、大阪近辺の方は28、29、3月末来てみてください。はい、します。結構多かったので問い合わせで、ジェルカマラ何入ってますかとか紹介してくださいが多かったので、今日紹介させていただきました。こんな感じで僕はいつも補助金の動画を上げておりますので、もしいいなと思ったらチャンネル登録と高評価を何卒よろしくお願いします。コトミンにそのスピン、全然。あ、じゃあコトミンのインスタもね、気に入った子は、はい、あの、長いの週間で見てみてください。お願いします、うん。それではね、また次の動画でお会いいたしましょう。はい。はい。失礼します。どうも、中間です。最後まで動画を見ていただいてありがとうございます。これからもファッション系の動画を投稿していきますので、チャンネル登録と高評価、何卒よろしくお願いいたします。あと、インスタグラムもやっております。概要欄にリンクが貼ってありますので、そちらからぜひフォローの方お願いいたします。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。失礼いたします。